5分です。清水和也、最初のシュートは斉藤がブロックします。そしてこぼれ球、今度は左足。これね、ブロックされた後そのままダイレクトというかね、ワンタッチで打ったことが功を奏しましたよね。右でも左でも決められるっていう、あの長野さん直伝のガッテムパフォーマンス、16分に清水和也がこの試合2点目。いや、これもね、打ったこぼれ球だったんですけれども、今日のゲーム清水選手乗ってましたよね。あの本当にもうなんか気持ちがね、入ってますよね、で、カウンターからデューソン神戸が前半のうちに1点返します。岡崎シェオから森治、このね、森選手のシュートなんですけども、トラップからが早かったですね。さらにツーシュートによって和田大夢選手の、まあ、ディフェンスのタイミングをずらしましたよね。これでゲームが一気に分からなくなったんですけどもね、嫌な流れ、苦しい状況を打開したのはこの人でした。風雅の死神こと宮崎久志。あの正直なのがインタビューでゴールキーパーの位置見えてなかったんですってはっきり言ってましたもんね。ね、正直にね、この中でトラップした後、はい、まあ、感覚でしょうね。それが今シーズン点を取れている要因の一つでもあると思うんですが、ここまでビッグセーブを連発していた小石峰の股間を抜いていきました。そして圧巻、清水和也がハットトリック。今日のゲーム2本このターンシュートが決めてるんですけど、はい、どっちもこう自分で打つスペースを作ってる、そこのねプレーが秀逸ですよね。こういうプレーなんか見てると本当にね、森岡薫を彷彿とさせるなっていうね、そして岡山和真、岡山がこうやってね小石峰をかわそうとしてシュートを狙ったシーン2度目だったんですけどね、2度とも小石峰に軍配です。ご覧のように4対1でホームの風雅堂オールスミダが見事な勝利を収めています。フットサルミラーアベマ TV。